エドワード・ウィッテンは、超弦理論において、M 理論を提唱した理論物理学者。現在は、プリンストン高等研究所教授、メリーランド州ボルチモア生まれ。父親は、一般相対性理論の研究者で、元新シ,シナティ大学教授のルイス・ウィッテン。当初はジャーナリストを志望し、ブランダイス大学時代は、歴史学や言語学を専攻。 米国雑誌ザネーションやザニューリパブリックに寄稿するほか、1972年の大統領選で大敗したジョージ・マクガバンの選挙運動に携わった。ウィスコンシン大学マディソン高大学院で経済学を専攻するが中退し、1973年にプリンストン大学大学院で応用数学を専攻。後に物理学に移り、 デビッド・グロスのもとで1976年に博士号を取得した。その後、ハーバード大学のフェローなどを経て、1980年から1987年までプリンストン大学物理学科の教授を務めた。1995年に南カリフォルニア大学で開かれたスーパーストリング理論国際会議で仮説 M 理論を発表し学会に衝撃を与える。 1990年、数学に関する最高権威を有するフィールズ賞を受賞。ネイサン・サイバーグとは友人で共同研究者。米制作ドキュメンタリー、美しき大宇宙に出演している。ありがとうございます。